HKT 初カラス号。はい、時刻は19時を回りました。皆さんこんばんは、 HKT48 宮崎園です。こんばんは、馬場さやかです。ここからの時間は We Hope Presents HKT 初唐津号、唐津市大手ビル3階の FM 唐津 A スタジオにて公開生放送でお届けしています。この番組は HKT48 サガーズがラジオ番組に挑戦中。それでは HKT 初唐津号、この後21時までお付き合いください。HKT48 サガーズです。 HKT 初カラス号。時刻は19時2分を回りました。改めまして皆さんこんばんは、 HKT48 宮崎園です。馬場さやかです。お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津。この時間は HKT 初唐津号をお送りしていきます。はい、おこまもくわりアシストをしていきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、さあ、なんかいつもと私座ってる場所が違うんです ね、うん、マイクが青色いつも黄色なんですけど、向かい合ってね、喋ってるから初めて向かい合うの、うん、何気そうだね、かもですね、初めて、うん、初めて、うん、なんかいつもとは違う感じが、はい、うん、ね、する形でございますが、まあそれもそのはずって形でございます。あのございますが多いね3月22日ね、月曜日ね、サガーズのサーナ小川さなちゃんの卒業公演、はい、うん、ね、ございまして、私もご招待受けまして、月曜のラジチョコのパーソナリティのチョコさんをと一緒に、はい、公演見に行きました。赤間さんが気づいたんですよ、そのも見に行ってて、うん、でもチョコさんやるなんて思わなかったから多分分かっ、ね、知ってたら、うんうん、仲間さんの隣にいるのがチョコさんって気づいたかもしれないけど、うんうん、知らなかったから、だから後々知って3人の LINE でね、はい、チョコさんいたの、いたの赤間さんがいらっしゃったことも知らなかったから、うん、えみたいな。まあね、本当やったら月曜ほらラジチョコとかは生放送やからやけど、うんうんうん、もう全部収録にして、そっかそうだったんだ、そう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 、で見に行ってみたいな感じで最後やけんね、うん、うん、チョコさんも最後会いたかったって言ってたから、うん、うん、すごく嬉しそうに、ねえ、面白かった。なんだっけ、赤間さんのもうほぼ後ろ、もう1、2メートル後ろに、うん、その途中からいて、うんうんうん、でも誰にも気づかれずに、うん、しれっとね、赤間さんにも気づかれずに、うん、知らんかった、真後ろにいたんですよ。マジか。でも、ね、でその後ろにそう、調光室があって、そうそうそう、そこにさがいたんですよ。そっから見てたんですよ。綺麗に一列並んでたんですよ3人。え、そっから見てたのに全然赤間さんとチョコさん気づかなかった。そのちゃんが入ってきたのは、まあもちろん横から入ってきたので、あ、そのちゃんだって思いながら。しかもあれマジックミラー。そうなんですよ。だからさ、お客さんからは見えないんですよ。そうそうそう。それだと気づかんよな。みんなからさ真っ暗だけど、ね、実は後ろにね、いたんですけど、はい。そうそうそう。そこに座って、ね、チョコさん。チョコさんも自分の左隣に座って、ね、ずっと見たって形で、うん、よかったね、なんかね、泣きましたね、泣きましたね、うん、なんかもうめっちゃ泣いた、自分もまあね、ほらやっぱり公演見て、あと周りの人たち見てぐってくるね、やっぱほんとね、
でね、最後頑張ってねみたいな感じで声かけてね、うん、最後やったけど、まあでもね心機一転、はい、はい、ね、まだね第4クール目が24と来週が31日、ね、月のギリギリまでね唐津号ございます。もちろんね第5クールね2年目に当たります。もう2年目、ね、やば、2年目です、ね、2年目か、早いな。3月終わるのも早いですよね。そうやね、で4月になってね、まあねちょくちょくねどうしようかねぐらいなこともね、うんうん、考えつつね、うんうん、まだ第4クールいろいろねやっていきたいと思いますんで、はいね、はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日は丸々な話、はい、うん、ですね。イエーイだから、はい、あ、でもあれだよね、うん、先週さ、サーナーと入れ替えたので今週は久しぶりの丸丸の話でねえ、はい、っていう形で、でいや俺台本にさ、思いました。メンバーのあれが、ソノチンって書いてあるけど、さやまるです。だってソノだっけ、そうそうそう。何も準備してないとか思ってごめんなさい。なのでね、今週はアクセスラインはさやまる。はい。お願いいたします。はい。HKT 初唐津号では皆様からのお便りメッセージを募集しています。アクセスライン、メールは 868-fmkaratsu.com。ファックスは 0955-807093。0955-807093です。またテーマは FM カラツ SNS でも確認できます。詳しくは FM カラツで検索、 SNS へのいいねもよろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いいたしますそしてね、メール決戦、はい、メールテーマ決戦は、ハンバーグ対唐揚げでございます、ね、先週はねみんなハンバーグって言ってましたよね、うん、今週はどうなんだろうね、絶対的に気分で変わるやつだと思うから、おね、え一概に、うん、ねえこれだっていうのはないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、メールもね来てることですし、ね、はい、読み回していきながらもあるんですけど20時後半で、ね、お伝えしていきたいなと思います。さあ第4クール、ね、この曲っていう風に決まっておりますんでね、かけていきたいと思います。 HKT48 Chain of Love 聴いていただきましょう。HKT48 の宮崎園です。 HKT 初唐津号、時刻は19時11分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津。この時間は HKT48 宮崎園と馬場沙耶香とアシスタント仲間でお送りしている HKT 初唐津号です。ここからのコーナーはサガーズルーム、イエーイイエーイイエーイ。ここではですね、各自の1週間について ね話していくんですけど、はい、私はですね、はい、この前ちょっと声がねガラガラなんですけど、感想なのかな、ね、すごいよね、みんな声ガラガラしてる。この前いつだったかなちょっと覚えてないんですけど、家族でドライブに行ったんですけど、うんうん、なんか福岡の秋月ってところの、うんうん、なんか杉の馬場通りの桜ってところがあって、馬場通り、そう馬場だから、なんかお母さんかな兄ちゃんかどっちか忘れたんですけど、お母さんかなんか、うん、ババの桜見に行きたい、うんうん、ババだしみたいな言ってて、そうなんかババに対して意識高めなお母さんみたいでそうそれでなんかめっちゃ綺麗なんですよ、通りの両サイドに桜が咲いてて、うんうん、それが結構長く続いてて、うん、そこにねあの夕方だったからなんか夜桜っぽい感じだったんですけど、うんうん、見に行ってなんかもう桜なんだって思いながら、早いよね、多分早い、今年の開花が多分早いんですけど、うんうん、3月あもう春だなって思いながら、暖かいし桜を見てきました。でももうすぐ雨だからそれでちっちゃいし、そう土日日曜かな、日曜日に 100% で雨になってたから、なんか桜咲いたら雨降りません、わかるね、それでなんかあちっちゃうって毎回言ってる、そうだから絶対ちっちゃいそうだから4月とかもう葉桜とか、うん、
なってそう。どうなんだろうね。入学式とかに咲いてほしいですよね。満開になってほしいの、ね。でもソノのイメージじゃ入学式って絶対雨。はい、そうかもです。なんでなんだろうね、小中雨でした。入学式。不思議だよねあれ。うん、いいな。なんかさ、この時期あるあるだけどさ、もう SNS 桜だらけだね。桜、スクロールしても桜、うん、みんな桜、ずっと桜桜見てるか食べてるか、次の日になっても桜うん、わかる。ババ通り、そう、さく、福岡ババのっっ、そうです、朝倉市の秋月ってところです。朝倉、はい、結構離れたところ、ちょっと離れたところですね。うん、夜桜もあるの、はい、なんか夜桜もあるっていうか、普通に夜なんか家出たのが遅くて、うんうん、そっからなんか気づいたら日暮れててうん、うん、みたいな明かりもあったので、なんか綺麗でした。めちゃめちゃいいな、うん、あそこ行きたいな、舞鶴公園のさ。わあ、行きたいですね。でも咲いてそう。何年前だっけ、2年 2,3 年前に、うん、夜桜を園とあきちゃんとなっぴと小田ちゃん、うん、多分医師の初披露、はい、劇場初披露した後に行ったんだよね、うん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 、行ってその時に夜桜見に行って、はい、でもその前その、うん、その日の昼に、うん、他3人はお昼の桜見に行ってたの、うん、2回目そうそうそう、1日で1日2桜、そうそう、それもいいなと思って確かにいいですね桜って ね, ね、あれだよね、なんか咲いてるじゃん、見に行こうと思わなくて。あ、確かに。でもさ、ちゃんとさ、そういう名所に行くとさうんうんうん、すごいよね、綺麗ってなりますよね。ね、っていうさえ丸の1週間でした。1週間、1日でした。1日でしたそれは1日でそのは本当にいろいろあって、はい、うん、ちょっとやっぱ暖かくなってたりして、すごい春服着たいなっていうのもあるから、割と最近アクティブなんですよ私。おー、いいことですね、アクティブ。そう、ずっとやっぱ寒いと家に行っちゃうけどさ、行っちゃう。で、新しい服着て、なんだろう、さっきも本当ラジオ始まるギリギリ前にインスタも投稿したんですけど、うんうんうん、門司港行ってとか、あと福岡の福吉、うん、糸島市になるのかな、うん、の福吉っていうとこの、うん、福福の里っていう道の駅的なとこがあるんですよ。うわ、道の駅好き。好きなの、道の駅。道の駅好き。なんか行きたくなる。道の駅好きなの。道の駅好き。そこに菜の花畑があって。素敵。いいですね。例えば唐津から福岡に行く電車の途中にも見えるんですよ。おお。もうき、もう一面黄色みたいな。すごい。そのずっと行ってみたくて、そこ。うんうん、うん。で、今年初めて行って、おで、なんかやっぱソノってどうしても普段からヒールを履いちゃうんですよ、はい、確かに、なんかスニーカーのイメージない、ぺちゃんこ。公演の時ぐらいなんですよね、はいはいはい、そのままリハできる、そうそのまま踊れるようにとかで靴で行くから、うんうんうん、もうどこに行くのにも割と高めのヒールを履くんですよ、うんうんうん、でそれのせいか分かんないんですけども、最近、はい、足痛くてたまんなくて、やだ痛い。門司港もさ、ちょっとコンクリートの底があったりとか、はい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 、菜の花畑行ったのも雨の日の次の日だったから、はい、もうやばい、思ったよりそれ考えてなくて、何も、うん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 、行ってから気づきますよね、そういうのって。わかるってなっちゃって、もなんかもうその昨日めちゃめちゃ足痛くなっちゃってうん、いつもマッサージとかストレッチして寝るんですけど、はいはいはい、多分逆にしちゃったら痛い、うん、押したりとかしたら、ね、そうそう、でもそのもうなんか痛くて泣いちゃって一人でかわいそう。なんかもう多分そう思い込みもあるから、痛いっていう泣いちゃって思い込みで余計に痛くなって、うん、でもなんかもう足ずっと引きずるぐらい痛くて、まあ、寝たら治るんですけどね。ああ、よかったな、治ってよかった。そうっていう、だからなんか考えなきゃなと思って、履いてく靴、場所によって。本当ですよ。だからその今日は靴、うん、スニーカー。今日は靴、いつも靴。いつも靴。今日はスニーカー履いてきたの。えらい。ちゃんと。そう今日歩けます？そんな歩かなくないですか？いやでもなんか、だってラジオの中もスリッパなんか脱ぐじゃないですか。そうなんだけど。なんか駅から駅の移動とか、駅からここまでの移動とか、いろいろあるじゃん、移動が。だからちょっとなんか久しぶりに足をいたわろうかなと。大事ですよ、足いたわるの。そういや痛そう。でも骨とかじゃないからね、単なる歩き疲れの筋肉だから。折ったりとかはしてないから。折ったりとかはしてないから大丈夫なんだけど。よかった、安心。それ聞いて安心。泣いちゃったとか言うから、え、骨折れた、
え、その骨折れたことないんだ。ないか、うん、だから羨ましかった。羨ましい。骨、え、憧れません？憧れますね。小学校の頃とか松葉杖とかめっちゃくちゃ憧れた。借りてた、借りてた。わかる、ね、クラスの骨折した人がなんかロッカーの後ろの方とかに松葉杖立てかけてるの、ちょっと借りていいとか言ってやってた。あ、保育園じゃなんだっけ、あそこ保健室とかにもさ、はいはいはい、たまに置いてあるの見て、うん、うわ、なんかそのも使ってみたいなってずっと思ってた。思いますよね。わかる。保健室大好きだったの。ね、その話してくださいよ。保健室大好きだった話。小学生の頃すごい保健室に憧れを持ってて、はい、なんか中学生とかになるとさ、なんだろう、保健の先生に会いに行くとか、そこでおしゃべりするとかあるけど、はい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 、なんか小学校入りたてだから 1,2 年生の時ってもあんまりわかんないし、先輩たくさんだし、うんうん、怖いですよね。なんかそうそう、だからでも保健室に行ってみたかったんで、簡単に行けないから。かわいい。保健室に行ってみたい願望強すぎて、うん、どんな願望？だから保健室ってなんだろう、はい、うちの学校の保健室は中から校舎内から うんうん、と外から入れるとこだったの、うん、だからその外のとこのコンクリートで永遠に膝こすりつけて血出るまでずっと。やだ、もうやることが。血出るまで永遠にコンクリートでこすりつけて行こうとしてた。でもなかなかね、やっぱりなんだろう、ドーンって転んだ時の衝撃ほどやっぱ擦りつけるの力がないから全然血は出ないんですけど、痛い。擦りつけるだけでも痛い。ずっと擦りつけて、何こと、ずっと保健室に行きたいなと思って。すごいなんか癖の強い子供だったんです。でもそれやったらそのあれだよ、入学した次の日のなんだろう、登校、はい、なんか登校初日だね、車で行かなくて歩いていくときに、うんうんうん、鍵盤ハーモニカとか持って歩くじゃん、うんうんうん、で家の目の前でこけて行った。登校初日に血まみれになって学校行ったよ。もう家帰ってくださいよ。それは保健室デビュー。保健室デビューした。いや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 、保健室デビュー痛そう。痛そう、ほんと。なかったですか、皆さん憧れ、保健室に対して。良かったですね、特に。あんまり行きたくなかった。なんか図書室とか別に自分が行こうと思えば行けるじゃん。うん、でも保健室って何かないといけない場所じゃん。そうかな、うん、全然憧れも何も、保健室に憧れも何もなかったな。保健の先生でも好きでした、あ小学校の頃の。なんかめっちゃ優しい人で、うん、女の先生で、そう、なんかノリがいい先生だったから楽しかった。すごい好きでした、保健室がっていう話。保健室が好きでしたもん。なんかちょっと何その女の子、あの空間、なんか優しい空間が好きだった。あったかいですよね。そうそうそう、わかる。なんかいろんなお話聞いてくれたりとか、冬とかポカポカしてる。保健室が好きっていうより多分保健室の先生が好きなんだと思う、雰囲気とか。わかる。そうそうっていう、すごい話ずれちゃったんですけど。面白いこの話。最近はアクティブに結構動いてます。いいですね。足はいたわってください。うん、足はね、痛そう。もう聞いてる側が痛いんです。もう引きずったとか聞くと、うん、そう、ちゃんとスニーカー履いてください。あの話はってね、呪わ、なんか。今日ね、ちょっと面白いんですよ、そのちゃん。今日絶好調でね。その話しましょう。うん、なんか足が痛すぎるっていう話をして、はい、マネージャーさんだったっけ？確かそうだ。サイマルだったっけ？いや、サイカじゃない。マネージャーさん、なんか、うん、マネージャーさん、なんか呪われてんじゃない？うん、言ってた言ってた。そっからちょっと話しなかったんですけど、そのなんだ、2年前とかかな、はい、HKT に入ってる時代の話なんですけど、うん、え、なんでか、何かそのに、うんうん、そういう怪奇現象的なことが舞い起こったのか、はいはいはい、あんまりいいことが続かなかったのか、どっちか忘れちゃったんですけど、うんうん、その本気でなんかその思い込みが激しくって、はい、これと思ったらそれが身に感じちゃうんですよ、うんうん、だから痛いと思ったら余計痛くなっちゃうし、はいはいはい、だから待って、そういうことあると思って、だから肩重く感じたりとか、なんか全てがその怪奇現象に感じてしまうみたいな、だから本気で、うわ、その呪われたわと思って。そう、本気で、これ本当だよ、笑い事じゃないわ。笑っちゃうの？笑ってる、笑ってるんですもん。本当に呪われたと思って、まあ、取り憑かれたと思って、もうガチで、携帯で、うん、お払いのとこ調べて、電話までした。すげえ。ガチ。すごいですね。電話までして、うん、どうしたんですか？お払い行ったんですか？行ってない。行ってないんかい。結局。え、でもなんか、なんか相談みたいなのした。相談で、お払い。
いや、相談したの、その先生に。はいはい。そう、ちゃんとした方に。でも大丈夫だろうなっていう、なんかまた折り返し電話しなきゃいけなくて、それがめんどくさくて、結局何もなく。どうでもよくなっちゃった。多分大丈夫なんですけど。面白いな。いや、ちょっと。ちょっと一個だけもう一個話したいのが、今日、そのちゃんが、もうやだ、そのばっかりじゃ恥ずかしい。あの、いつもスタジオ入ってくるときに、あの、観覧の方の、あの、なんかボタン、スイッチがあって、その窓がこっちから見えるのと見えないのとあって、うんうん、いつもは見えない状態になってるんですよ。そうそうそう。で、のんきに入ってきて、座って、なんか赤間さんがつけるねって言って、ポチってついて、あわーってなるんですけど、今日、そのちゃんが、あの、先頭で行ってて、入った瞬間に、あの、開いてて、その観覧の、いつも閉まってるはずが、開いてて、そのちゃんが、もう、180度体の向き変えて、キュッてって、もう最後の方に戻ってきて、開いてるんですけど、いやもう本当にびっくりして、え、赤間さん開いてるんですけど、ちょっと怒られちゃった。面白かった。まさかね、開いてると思ってないから。そう、いつもの開いてないテンションだね。だからすっごい目の前に大量の人。びっくりしちゃって。面白くてそれが。うん、そう。あ、面白かった。もう始まる前から笑ってたのはこれです。そう、皆さんが面白かったとかじゃなくて、そうそうそう、開いてたから。そう、びっくりしちゃったね。面白かった。そう、っていうね。なんか一週間いろいろあったね。本当にいろいろありました。お腹行ってなかったんだ。結局は行ってないんですよ。でも相談はしました。やっぱその人に話すことによって軽くなるのもある。どうですかみたいな、すごい優しい。うん、方で大丈夫だよとか言ってもらえたらね、もう大丈夫なんかって思っちゃいますよね。確かに。なんか見えるらしいんですよ、遠くからでも。そう、電話ですよ。そう、電話とかで。見れるわけなくない？でも大丈夫でそうですよ、みたいな。適当に言ってんじゃない？わかんない。ちょくちょくこいつは大丈夫言うときはいいんでしょ、まだ。いるわかんない。そう、でもね、まあ人に相談することは大事。大丈夫ね、人に話すとね、ちょっと気持ち軽くなる。うん、軽くなるっていうから。そうそうそう。確かに。面白いなぁ。なんか、ほんと、凝縮してますね。本当に、楽しい日々です。楽しい日々でも足は痛っとかなね。そうなんですよ。だからもう最近はちゃんとどこに行くにも靴を、靴じゃないスニーカーね、スニーカーどこに行くにも靴履くのは正解なんですよ。裸足で行くことはあんまりスニーカーを履くようにしてます。なるほどね。まあ動きやすいしね。うん、うん、いいと思いますよ。てな感じでね、2人のサガーズルームでございましたね。この後ははい、さやまるのまるまるな話、イエーイ、ね、メールもいっぱい来ててね。はい、ありがとうございます。ありがたいことでございます。では曲の方に行きたいと思います。この前、あん、この前、某牛丼チェーンに行って、うん、並盛り卵付きで一気にかっこんで、うん、この記録が出ました。聞いていただきましょう。HKT48 12秒。HKT48 の馬場彩香です。 HKT 初唐津号、時刻は19時30分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津。この時間は HKT48 宮崎園と馬場さやかとアシスタント仲間でお送りしている HKT 初唐津号です。ここからのコーナーはさやまるのまるまるの話、イエーイイエーイイエーイ、うん、はい。このコーナーはですね、リスナーさんから募集したトークテーマをランダムで選び、そのトークテーマに沿って私が一人喋りをするというコーナーです。はい。そして私の一人喋りの後に、あ、そのちゃんだけだ、ここ、いやー、その、いやー、そのにかかった、寂しい。そのちゃんにちゃんに今混ざった。今の話は良かったのか面白かったのか、はたまたいまいちだったのか、丸か×かで判定をお願いしたいと思います。はい、聞いてる皆さんもハッシュタグさやまるのまるまるの話でつぶやいてくださると嬉しいです。それではお便りを読みます。ちょっとなんかね、大変なんですよ。初めてじゃない？何が？公開生放送でさやるの。確かに、本当だ、初めて、初めてだよね。初めてか、本当だ。そうじゃん、そうじゃん。ではこちらの
こいつにしたいと思います。はい。すっごい髪の音。ビシッ。はい、ラジオネーム赤粉さんからです。佐川ズの皆さん、熊さん、こんばんは。こんばんは。桜が見頃を迎えている今日この頃でありますが、一方で花より団子という言葉もあります、うん、育ち盛りのサイマルはどうでしょうということで、サイマルの〇〇の話のテーマはお花見の時に食べたいものはいかがでしょうかとのことなので、これで話していきたいと思います。それではサイマルの〇〇の話スタート。はい、お花見の時に食べたくなるものなんだろう。なんかお花見行くと、それこそ大堀とかで行くと屋台出てるじゃないですか、うんうん、で私も2年前とか、そのコロナになる前のお花見に下野さんと1期生の下野由紀さんと、ドラフト2期生の今村マリアちゃんと3人ですごいメンバー謎のね3人で行ったんですよ、お花見に。その時はチーズドッグといちご飴を食べたんですよ。なんかチーズドッグがめちゃめちゃ流行ってた時期、流行ってたじゃないですか、あの辺2年前とかに。だから屋台もたくさんあって、チーズドッグとかいちご飴とか食べてたんですけど、お花見行った時なんだろう、お花見あんまやったことないんですよね。なんか桜の下で例えばなんかなんて言うんですか、レジャーシート、うんうん、広げてお弁当食べるとかがあんまりやったことないので、なんか屋台のイメージしかないんですけど、さやかはお花見の時、お花見の時なのかな、いちご飴が食べたい。いや、シンプルに。なんか今年それこそ夏祭りとかがなかったから、うんうん、なんかそういうのあったら食べたくなる。なんだろうね、お花見、あ、お団子、お団子。お団子好きなんですよ。なんかスーパーに売ってる三色、三色団子、串に刺さったあるじゃないですか。あれとか、あとさやか、こしあんが好きなので、こしあんが入った。お団子なんて、大福か大福とか食べたいですね。あ、いちご大福とか良さそう、お花見に。なんかあんまり桜のお菓子スイーツ、桜の例えばフラペチーノとか桜のケーキとかあんまり得意じゃないので、なんかいちごとかで春感を出して食べたいですね。お花見したいですねっていう感じです。終わり。分かんなくなってきちゃった。なんか前さ、さやまるがこのコーナーしてる時さ、目の前にさ、はい、遠くに赤間さんがいるだけでさ、そうですね、分かったじゃん。でもさ、今二人になって目の前にいるから外に喋ってみたいな。さあ、まさ、今までささやまるのコーナーの時黙ってたけどさ、はい、そうだよねとかさ、分かるとか普通に言っちゃってるんだけど、なんかずっとその前に誰もいなかったから、なんかその辺見て、目キョロキョロさせながら上見たり下見たり喋ってたけど、もう園ちゃんいるからなんか目見ちゃうんですよ。どうしたらいいんだろう。話しかけちゃう。それでコーナーに参加してみた。お花見何食べたいですか、お花見の時。お弁当はいいですね。お弁当したことあります、お花見。あると思う。ないんですよね。けど最近はないね、やっぱり。最近は、ね、でも最近は出店とか多いよね。確かに、うん、出店多い。確かに、でちゃんとなんかお弁当のお花見がやりたいな、やりたい。確かに、ね、やりましょう、いつかね。いつか。では判定、判定を。いいのこれ、その気。なんかすげえ内々な感じがすごいね。わかんない。さあ、この丸々な話、丸か×か、せーの。丸。イエーイ。丸です、これは。丸です。なんか赤羽さんもやります、丸。そうやね、うん、俺も参加しようかね。参加しましょう。そうですな。うん、なんかもう完全にうちうちになっちゃうね、ほんと。園ちゃんに話しかけて丸か×か言ってもらって。そう、もう園ちゃんに忖度すれば OK みたいな。赤羽さんも一緒に、うん、参加します。はい、ではもう1通目いきますかね。はい、待って、どれ読んだか分からなくなっちゃった。混ぜちゃった。あ、まあいいか。ガチやけんね。同じの引いたら引き直せばいいんです。うん、はい、これ同じのでした。すごい、すげえ。逆にすごい。二択ですね。どっちがいいと思いますか。そのから見て左。こっち。うん。では、そのちゃんが選んだこちらにしたいと思います。はい。ラジオネーム前乗りさんからです。そのちゃん、さやまる、さな。さなちゃんって書いてないのにさなちゃんって読んじゃった。いつもその流れですが。
そうちゃん、さよまら、あかまさん、こんばんは。こんばんは。さよまらのまるまるの話、コンビニで定期的に新商品が出たり、季節限定のスイーツ見かけると買ってしまいますよね。うん、そこで、さよまらには、コンビニをテーマに話してほしいです。好きなおにぎりの具や、何でも聞いてみたいです。とのことで。ありがとうございます。ではでは、こちらでいきたいと思います。それでは、さよまらのまるまるの話、スタート。そうですね、コンビニ、あんま行かないんですけど、最近あの明太マヨのおにぎりにハマってて、そう、あれめちゃめちゃ美味しいんですけど、もう一個最近の発見が、私ツナマヨ食べたことなくて、ちっちゃい頃とかおにぎりの定番ってツナマヨって言うじゃないですか。で、なんか人気ランキングみたいなのも結構1位とか上位にいたりするじゃないですか、あの方は、でもさやか食べたことなくて、なんかちっちゃい頃は昆布とか梅おかか派だったので、最近になってなんかお兄ちゃんからもらったのかな、なんかで初めて食べたらめちゃめちゃ美味しくて、ツナマヨ、あ、美味しいやんって思いながら最近ちょっと買っちゃうんですけど、あとなんか、あ、コンビニのそれかスイーツ結構好きで、青色のコンビニのチーズじゃない、チョコテリーヌめっちゃ美味しいんですよ。なんか四角くて、なんか本当になんかチョコってなんて言うんですか、なんか濃厚でめちゃめちゃ、それがコンビニで食べれるのめっちゃ好きで、あともう一個かりんとうまんじゅう、あー、よく見る、めっちゃ美味しいんですよかりんとうまんじゅう、あれマジで美味しくて、なんかの時にお母さんから別のお店のかりんとうまんじゅうもらって食べたらめちゃめちゃ美味しくてハマって、コンビニに行ったらあって、もうこれはもう目合っちゃったから買わなきゃと思って買って食べたらまあ美味しいんですよ。だから個人的におすすめなのはツナマヨおにぎりとチョコテリーヌとかりんとうまんじゅうかなって感じです。終わりびっくりしちゃったもう本当にかりんとうまんじゅうマジで美味しいので、食べたことない、ぜひ。じゃあめっちゃ見る、本当にいつも目合う、目合いますよね、そうか、買えって言われてるんですよ目合ってるってことはそうそういうこと。でもおにぎりはそのあれだったな、なんか小中学生の頃は絶対凝ったものを買ってました、はい、凝ったもの、凝ったもの、だからなんだろう、いくらとか、そう、そっち系な、牛なんとか、あ、美味しいやつ、梅おかかとか鮭って定番みたいな、なんかそうなの、ひねくれた考えですよちっちゃい時、あいつらちっちゃい頃なんでそんな、なんかなんか家で作れるやんって思ってたんですよ、あ、買わなくても、そう、わざわざコンビニ、なんかちっちゃい時ってそんなコンビニ行かないじゃん自分の高いから、なんかコンビニ行ってまで家でできるものを買わなくていいっていう考えだった。なるほどね、それは確かに、っていう考えだったから最近になって定番のもの食べ出したかもしれない。なるほどね、すごい面白い確かにってなりました今の聞いて、うん、よかった、ひねくれてないかもしれない、ひねくれてないひねくれてない納得じゃあ判定いきます、では判定をしましょうかね。じゃあ今の丸々の話、私も含めて参加いたします、はい、丸か×か、せーの、丸、うぇい、やったありがとうございます。お腹すくな、お腹すきますね、私もお腹すいた、でも今日ツナマヨのおにぎり買ったんですよ、おい、終わったら食べれる、ちゃんと買ってるさあそんな感じでね、サイマルの丸な、はい、丸々の話、はい、ねえ、まあいつも来てる中で、うん、ね、選んでもらうっていうか、基本的に俺お、くじ引きみたいにしたいんですけど、はい、今折り曲げて渡してるんですよね、完全にあのメールを三つ折りで、そう、中四つ折りだった、四つ折りごめん中が見えないように、うん、あのファイルに入ってるっていう、そう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 、はい、ね、いつか一番最初に言ったように、なんか本当になんか箱の中に入れてやば、くじ引き制にしたいね、箱用意して、ま、代わりが何があるかって分からんけどねえ、さあそんな感じで、はい、ね、リクエスト曲そろそろ行きましょうかね、さやまるのリクエスト曲お願いいたします。はい、それでは聞いてください、ずっと真夜中でいいのにさんで正しくなれない。HKT48 の馬場彩花です。 HKT 初カラス号、
刻は19時44分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM からず。この時間は HKT48 宮崎園と馬場さやかとアシスタント仲間でお送りしている HKT 初からず号です、はい。ここからのコーナーはお便りコーナー、イエーイ、よっしゃい、イエーイイエーイ、ということで皆さんからいただいたお便りを早速読んでいきたいと思います、はい。ラジオネームリコちゃんからです、はい。そのちゃん、さやまる、あかまさん、こんにちは。こんばんは。こんにちは、こんばんは。先日のサンナの卒業公演、皆さんも行かれてましたね。私も感動して、胸がギュッとなってとても寂しくなりました。これからのサンナが幸せに溢れますように心から願っています。幸あれ。そして、私は昨日公演に行ってきました。幕が開いた瞬間、半普通をしているそのうち、はっ声が漏れてしまうくらい可愛くて、私の頭の中はハートだらけでした。うん、ありがとうございます。さやまるのこの間のお団子ヘアも妹にしたい、うん、が4つですねと思うくらい可愛くて最高でした。メンバーの皆さんは公演のたびにヘアアレンジも変わり見ていてとっても楽しいのですが、うん、毎回どのようにヘアアレンジ決めていますか。どのようにどのように決めてますか。そのちゃん、え、なんなんかさやか決められなくて、大体メイクさん相談、メンバー相談じゃない、なんか今日何したらいいと思いますって言って、ノープランで行って、こういうとこいいんじゃないって言ってくださったり、あとさやか同じチーム七色公演やってて、うんうん、チームパープルで一緒の5期生の後藤ひなのちゃんと一緒に仲良くて、うんうん、楽屋でもよく隣でいるんですけど、毎回ひなに今日何がいいと思うって相談してます。それが多いですね。もうメイクさんに何がいいと思いますって聞く、やっぱ聞きますよね、うん、おろし結ぶ、やれる、絶対言われる、うん、そこで決めるの。でストレートを巻く言われるって言われて、そっからそのメイクさんが3択ぐらい、ね、そうそう決めてもらったりとか、わかる。そのこの間のそのリコちゃんがやってくれたハーフツインの時は、はい、そのね、さっき言ったようにチームピンクのドラフト3期生の伊藤ゆえるちゃん、うんうんうん、そのゆえるが、うん、そのハーフツインの巻いてるのを見たことがなくて、ストレートはやつもやってるイメージだけど、あんまりイメージない、巻いてるハーフツイン見たいなと思って、うんうんうん、リハ終わりに今日やってよって見たくてはいはいはい。そしてなんか ストレートより巻いてる方が抵抗あるんだって、言える、言える担当に、普通ストレートの方が抵抗あるじゃん、うんうんうん、けどえ巻きみたいな言ってた、お前ら想像つく、そうそう、だからじゃあソノさんもやりましょうみたいな言ってそうそう言われて、でソノはどうしてもそのユエルの、はい、ま、巻いたハーフツインが見たくて、うん、そのままやるって形になりました。なるほどね、人となんかやるのもありますよね。そうそうそう、確かになんかこのメール読んで、あ、なんかね、あんま、うん、そういうの考えずにやってたけど、ファンの人とかね気になるな、だろうなと思って、うんうんうん、っていう感じで決めてます。はい、本当に深く考えてないっていうことで、すごいね、メイクさんってね、うん、本当に可愛くしてくれるから、ね、髪の毛もね本当に要チェックで、公演見ていただけると嬉しいです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてラジオネームたかっぴさんからです。そのちゃん、さやまる、そのさん、さやまるさん、あかまさん、こんばんは。先日走行した流れ星新幹線、綺麗で素敵でしたよね、うん、またライブの瀬取りも非常に良い選曲で最高かよ。ところで皆さんは流れ星新幹線に何をお願いしましたか。ライブの裏話や新幹線にまつわる話があったら教えてください。新幹線にまつわる話、それからね、あるんですよ一個。何何、ドラフトの書類合格して二次審査に行くときに、うん、東京だったんですよ、うん、でその合格してからが結構早くって、うんうん、その申し込んだよってことはお母さんに言ってたんですけど、お母さんが聞いてなかったらしくて、うんうん、何これって言われて、うんうん、その日のスケジュール、お母さんがなんかお仕事入っちゃってて、うん、誰も家族でついていけないってなって、うん、で飛行機も取るあれがないみたいな、うん、取る時間がないみたいになって、おばあちゃんと6時間ぐらいかけて新幹線で、福岡とか佐賀から行って、帰りも新幹線で6時間7時間ぐらいかけて帰ったっていう思い出、思い出なのか分かんないけど、ことがありますね。すごいなんか暇でした、新幹線暇。そう、なんかお母さんがなんか、おばあちゃん、せっかくおばあちゃんと一緒に行くんだからお話ししなさいとか言うんですよ。6時間も何話せとって話じゃないですか、新幹線で。睡眠時間だよ、ね、そう、おばあちゃんと、そうね、仲悪いとかじゃないですよ、全然仲いいんですけど、うんうん、おばあちゃんとずっと新幹線で話せって、いや言われてもって感じで、うん、すごいなんかスマホ絶対いじっちゃダメだからねとか言われて、うん、寝てました。懐かしい思い出、新幹線の思い出、ね、あんま乗らないんですよ ね、 あんまよね、飛行機の方が多いのかな、なんだろう、やっぱ充電器ついてるからさ、うん、どうしても窓側行きたいよね、わかります。でもさ、どうしてもさ、うん、なんだろう、
やっぱ先輩にそっち行ってもらいたいじゃん。うんうんうん、だから、うん、真ん中か通路側ですよね。真ん中か通路側だけど後輩は、うん、でもちょっとすいません、充電器借りていいですか足元の方がゆったり言われたり、うんうん、でもねメンバー仲いいからこそできることだよね。確かに、すいません足元くぐってるかとか言ってすいません充電器ですか面白い。最近乗ってないね全然。乗ってないですね。最後に乗ったのも何年前だろうね。1年前とか2年前とか。でも今度どうなるんだろう。京都でさおしゃべり会あるじゃん。はいはいはい。新幹線なのかな。どうなんですかね。ね行ったことないから分かんないよ。うん、新幹線なんじゃないですか。なのかな。うん。いや楽しみ。楽しみ。皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。すごいね京都行くったい。そうなんですよ。おしゃべり会今ねちょっと受付また始まってるらしいので。あ第6次。ぜひぜひぜひ。ちゃっかり、うん。皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ますそうか。そうですよ。3人いないんですよ。早い。ラジオネーム前のりさんからです。そのちゃんさいまる赤間さんこんばんは。こんばんは。桜もあちこちで咲いていて本来ならお花見したいところですね、うん、私はお酒をあまり飲めないのですが、うんはい、おつまみは大好きで小腹が空くとちくわを半月状、うんうんうん、に切りそこにマヨネーズと紅生姜をのせてトースターで焼いて食べてます。おー、美味しそう。皆さんはこれってもしかして自分だけなこだわりの食べ方や好きなおつまみコーナーの食べ物なんかあれば教えてください。ソフトサキイカが大好き。あ定番。お酒飲めないけどなんだそのは、そう本当におつまみ好きで、うん、結構なんかそう一緒前乗りさんと一緒で小腹すいた食べてるんですけど、うんうんうん、最近はホタテの貝ひも、うん、ほう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 とかあとなんだっけわ名前ど忘れしちゃった。えあのえめっちゃ名前ど忘れした。何何何どんなやつですか。えおつまみコーナーにあるやつ。え広くないなんか広くない。もうちょっと狭めて肉か魚かとか柿の種。全然当たり前。あでも最近びっくりしたのがあって楽しくあるんかい。いやじゃあのなんかおつまみでさ、はい、ナッツとか食べる人いるじゃん。はい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 。そのナッツのなんだろうトリュフ味黒トリュフ白トリュフ味のナッツとかくるみとかそういうのが100均にあったの。え100均にあるんですよ。すごいな100均すごいな。買ったら100円なの。100円びっくり。100均さすごいです、ね、ここまで来てるんだと思って。100均すごいよ。だっておつまみって割と300円200円とかじゃん。でも100均で買えばさ100円ですよね。100円だからもういいなと思って。コスパ良い。そうめっちゃ美味しかったです。そのトリュフ食べたんですね。食べたしっかり買いましたさすが。皆さんもあそこあのピンクの、うん、ピンクの100均ピンクの100均にあるのでピンクの100均そのはそこでね見たんですね。そうあね、皆さんも初めて聞いたインターネット皆さんも見つけたらおすすこれおすすめです。お皆さんぜひゲットしてみてください。お願いいたします。ではさやまる続いてラジオネームゴンさんからです。そのちんさやまる赤間さんこんばんは。こんばんは。先日サウナの卒業公演を鑑賞してきました。笑いあり涙ありの素敵な卒業公演で、うん、とても感動しました、うん、そして HKT として最後を迎えるサウナの姿はとても綺麗なものでした。ここからはそのちんとさやまるに質問ですが、はい、二人は学校の卒業式でのエピソードや思い出ありますか。結構話してよね。話してたっけ。おにぎりとか言っちゃったもんそのおにぎりをポッキーに突っ込んで食べてたっていう。そうそう卒業式泣く派ですか泣かない派ですか。小学校は覚えてないからあれなんだけど、はい、中学校はこの間話したみたいに結構笑いが多い卒業式だったから、うんうんうん、全然泣かなかった。歌の時も泣かなかったけど体育館一歩出て泣いた、うん、あ一歩出て友達がさすごい止まってるじゃん、はいはいはい、そこでみんなの顔見て泣いたね。泣いた、うん、卒業式小学校の頃もしっかり号泣して、うん、中学校の頃は泣いてなかったんですけど、うんうん、あの退場する時に体育館の前側から出たんですけど、うんうん、その時にその司会の先生司会みたいなのする先生が、うんうん、あの学年主任の先生で、うんうん、その先生が1年生からずっとその佐賀ちゃん学年の学年主任の先生やってくださってて、でその先生が泣いてたんですよ。退場するときにそれ見てみんな泣いてました。でそれで最後も泣くっていう懐かしい思い出。なんだろう大体さ小中って同じメンバーじゃん。うん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 。ちょっとなん他のとこ受けない限り。確かに。だから多分小学生の時はその、はい、
みんな一緒だしって思ってた、また一緒だしなみたいな、うんうんうん、先生には会いに来ようと思ったとか思ってたけど、中学校になるとさみんなバラバラになるから、確かに、なんで泣いたんだろう小学校の頃、分かんないな、雰囲気、雰囲気かな、涙もろいんですよね最後、それは雰囲気とかもらい泣きめっちゃしちゃうから、雰囲気なのか、もう終わったのかな卒業式って、大体多分終わったじゃないですか、結構早いと思います、そうやね、もう大体終わってるね、もうすぐ入学式シーズン、逆にね、うんうんうん、卒業おめでとうございます、おめでとうございます、いるかな卒業生の方、いてるかな、もしかしたらおめでとうございます、おめでとうございますありがとうございます、ありがとうございます、さあそんな感じではいね、はい、メールはまた後半戦ではいね持っていきたいと思いますが、ここで、3月28日日曜日お今日一の声出ましたよね、おボイトレしてきたから喉が開いてる喉が開いてる、最後もしてきたみんな絶好調HKT 初唐津号日曜版なんですよね、はい、で今月はリモートで、はい、うん、お送りする形でございます、公開生放送ではございませんのでご注意くださいね、見に来てもブラインドが閉まってるだけなんで誰もいません、開かないのでおーいって感じなんです、まあ聞くことはできます、そうできます、うん、ここでやってないのにね、やってないけど、うん、ねえ、まあブラインド開けたとしても俺しかいないからそっか、ね、シュールな光景が最近赤間さんのファン多い気がします見に来てくれる人もいるみたいやけんね、ありがたいわ本当にねえ、まあそんな中、ゲスト、おお誰だ、今村マリアちゃん、おーマリアちゃんでございます、同じ初めてですね、ほんとだ、うん、違うよ、花さん、あれそっか、うん、花さん来たか、うん、花さんやってるやばごめんなさいねえ、まあ、月一だから、そうですね、そうそうそう、忘れちゃう、うん、ドラニのマリアちゃん、ね、マリアちゃんでございますってな感じで、まあ日曜版をやるんだったらディープインカラツも、おーそうじゃん、そうじゃん、そうですよ、ございます、ちょっとメモメモで、ここで2つだけね、はい、もうあの2人なので、はい、2つね、お題を出したいと思います、はい、1つ目七つ釜、あー、あー知ってる、うん、もう1つこれ厳密に言ったら糸島です、はい、うん、ただ眺めたら唐津が見えるなーっていうところでございますが、あの姉子の浜、姉子の浜、うん、姉子の浜、初めて聞いた、うん、これの2つを調べていただけたらと思います、はいはい、姉子の浜、姉に子供の子ですか、姉に子供の子、海、海ですね、まあ七つ釜もそうなんですけど、海ですね、うん、海に共通したところでございます、まあ姉子の浜本当はね糸島って形なんですけど、ほとんどね県境ギリギリなところにございます、ちょっと調べたらね面白い特徴がありますんで、ね、二人でどちらかで、どちらか後でチェックしましょう、うん、調べていただけたらと思いますそんな HKT 初唐津号日曜版3月28日11時から12時、はい、1時間放送でございますんでね、リモートでございますんで公開生放送ございませんのでご注意ください、よろしくお願いいたします、お願いします、それでは19時台早い、別れの言葉よろしいでしょうか、はい、それでは間もなく19時台終了です、20時からは ババサイカがメインで進行していきます、はい、それではまた20時台にお会いしましょう、バイバーイ、またねどうした、時刻は20時を回りました、改めまして皆さんこんばんは、 HKT48 の馬場さやかです、宮崎そのんです、お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津、この時間は引き続き HKT 初唐津号という番組をお送りしています、はい、赤間も引き続きアシストしていきますがこれ違うんですよ、時刻は20時を回りましたって赤間って書いてあるから、あ本当だ、赤間さんが言うのかと思ってたらそのちゃんが声出してて、横見たら赤間さんの声なんかどうぞみたいに言ってるからえみたいな、ダチョウクラブ方式やったどうぞどうぞちょっとサイバル見えないかなと思って、ありがたいですね、そうそうそう、こうやってこうやってね、うん、回ってきました、ありがとうございます、ね、ちょっと台本がねちょっと少しね違う形でございますが、はい、さあ20時代、はい、ね、途中年齢でございますが、まあね、先ほど言ったね、HKT 初唐津号日曜版、
はい。ですね。リモートという形でございます。なんかすごい久々な感じするのは気のせいか。確かに。空いてましたよね、結構。いつもなんか、途中ぐらいに日曜日に入ってたけど、終わりの日曜日。ちょっと1ヶ月半までは言わんけど。うん。長めに。そうね。月始めと月終わりって感じ？先月がリモート？リモートでしたね。あきちゃん？あきさん？いや、まいさん。まいさん。どっちかでしたよね。リモートで2人やった記憶あるんですよ。そうそうそう。これ、意外になんか日曜版振り返るのちょっとローディングするの頭の中。うん。難しいんですよ。誰が来たかも分かんなくなっちゃう。ねえ。結構ね。結構来てもらってるよね、いろんなメンバーに。はい、たくさん。結構出たいってね、言ってくれる子が多くて嬉しい。ありがたい。ねえ。サイちゃんだけはっきり覚えてます、私は。それ好きだからじゃないんですか。どうでしょうか。あれ失礼しました。さあ、そんな感じで。ね、20時台。はい。最初に入るのはメールテーマ決戦。イェーイ。ねえ。ハンバーグ対唐揚げ。おー。いい。お腹空いてきたところでハンバーグ対唐揚げはずるいですね。ハンバーグって感じよね、ほんと。さあ、まあ集計もね、終わる形でね、ツイッターの方にね、投票も終了してると思いますんでね、二人がね、メール読んでる間に、ちょっと集計してからね、結果の方、キンキンな、キンキンですよ、本当もうできたけほやほやの、ほやほや、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。さあ、アクセスラインも引き続きさやまるが、はい、お願いしてよろしいでしょうか。はい、HKT 初カラス号では皆様からのお手入れメッセージを募集しています。アクセスラインメールは 868@fmkaratsu.com、 ファックスは 0955-807093、 0955-807093 です。またテーマは FM カラツ SNS でも確認できます。詳しくは FM カラツで検索、 SNS へのいいねもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、てなわけで、はい、ね、次のコーナーに行く前に、はい、曲に行きたいと思います。いや、もう本当に、これはボケとかじゃなくて、本当にやっぱり生で聴いて、本当に好きになった曲ですね。なんか、だんだん本当にね、ガチでファンになってきてる、HKT48 の。おー。いい曲がいいっていうのを素直に、まあもちろん昔からそうやけどさ、もっと思えたこの曲でございます。HKT48、真っ赤なアンブレラ、聴いていただきましょう。あなたにあげたいメロンジュース。HKT48、サガーズです。HKT 初カラス号、時刻は20時6分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM カラス。この時間は HKT48 の馬場さやかと宮崎園とアシスタント仲間でお送りしている HKT 初カラツ号です。ここからのコーナーはメールテーマ決戦。イエーイ。一緒にハモってホラガイとハモる、歌ってみる。ボイドリしてきたから。ボイドリ。何でも歌いたくなる。すごいな。さあ、メールテーマ決戦。はい。今週のテーマは、まあ、シンプルイズベストなものでございますが、はい、ハンバーグ VS 唐揚げ、はい、イエーイ、ね、よいよい、ね、まあ、たまにどっちも出てくるパターンもありますが、うん、ね、あえて単品対決っていう形でございます。まあね、メールとツイッターなどね、いろんな形でね、投票をしていた形でございますが、ね、はい、ツイッターの投票がね、今しがた終了いたしましたんで、私も投票集計いたしますんで、その間に、ね、はい、メールをね、いくつか読んでいただけたらと思いますので、はい、お願いいたします。じゃあまず唐揚げに投票してくださった方からいこうかな。ラジオネーム吉高さんからです。赤間さん、そのちゃん、さやまるちゃん、こんばんは。こんばんは。先週の放送でさなちゃんが残してくれたメールテーマのハンバーグと唐揚げですが、はい、どちらも大好きですが、ここは唐揚げを選びたいと思います、うん、理由としては唐揚げの方がビールやレモンサワーといった僕がよく飲むお酒に合うからです。あー、なるほど。結構この理由多かった。はい、お酒に合うっていうのは。すごいですよね。合うんですか？合う。お酒飲めないのでわからないんですよ。でもさ、レモンサワーもほら、唐揚げにさ、横にレモンついてるからさ、はいはいはい、確かに合わないわけないよね、多分。確かに、レモンか。うん、うん、うん。へ、なんか、ハンバーグとかってワインとかさ、そっちのイメージない？シャンパンとかね。
確かに言われてみればイメージですけど。なるほどね。さやかもう唐揚げに1票って取ったと思ってたんですけど、ハンバーグに1票って書いてあったんですよ。あれあれ、ね、でもまあなんか言ってたんで呼びます、うん。ラジオネーム、まさまさんのさんからです。そのちゃん、さやまる、そして赤間さん、こんばん、ハンバーグ！ハンバーグ！ハンバーグ！唐揚げ VS ハンバーグですが、ハンバーグに1票です。先日の公開生放送の時には、唐揚げに手を挙げたのですが、観覧後に、早速ファミレスで実践しました。車の運転があったので、僕はビールが飲めないこともあり、ハンバーグの方が美味しく感じました。うん、ビールがあれば、唐揚げは無限に食べれるので、もちろん唐揚げです。やっぱお酒なんだね。お酒なんですね。お酒の力すごなんでなんだろうね。さっぱりした脂っこいものとさっぱりしたもの。お酒ってさっぱりしてるんですか。レモンサワーってさっぱりしてそうじゃない。レモンだし。やべ、お腹鳴りそうそこ確かに。なるほどね。へえ。多いねこの理由。私も唐揚げも好きだな。美味しいよね。では続いてハンバーグ。ハンバーグ派。そのもう唐揚げ2個と思ってたあれハンバーグと唐揚げだと思ってたら唐揚げ2個だもうややこやじゃあみんなね どっちもね書いてくれるの。どっちも好きだけどみたいな。そう分かった。唐揚げ派。唐揚げ派。ハンバーグ派2個でしょ。いいじゃんラジオネームポテイトーさんがねです。そのちゃん、さやまる、赤間さん、こんばんは。こんばんは。メールテーマ決戦、ハンバーグ対唐揚げ。はい。僕は唐揚げに入れたいと思います。理由は、昨日の夕食がハンバーグだったので、今日の気分は唐揚げです。なんやねん。佐賀は佐賀牛があるせいか、ハンバーグ屋さんって多いですよね。多い。そうそう。確かに佐賀、どちらかというとハンバーグ屋さん。なんかうちの兄ちゃんがハンバーグにうるさくて、ここのハンバーグめっちゃうまい。このハンバーグもめっちゃうまい。そのお兄ちゃんに教えてもらったハンバーグ屋さん行ったこと。お兄ちゃんってみんなハンバーグ好きやっぱ男の子はね男の子はハンバーグ好きやん。ハンバーギストな人が多いって。ハンバーギスト初めて聞きました。佐賀牛のハンバーグ美味しいんですよね。美味しいよね。わかります。では続いてハンバーグ派ですね。ラジオネーム松鍋さんからです。そのちゃん、まるちゃん、かまさん、こんばんは。こんばんは。初めてメールを送りました。ハンバーグか唐揚げどちらも食べたいけれど、今だったらハンバーグを選びます。理由は今の気分っていうのが大きいけど、最近よくおすすめ動画にハンバーグが流れてきて、これはもう食べなさいってことなのかなって思うからです。ラジオ聞いてますね。そしてまたご飯行きたいですとのことです。ありがとうございます。すごいね、おすすめ動画にハンバーグが流れてるって相当ハンバーグ好きなんでしょうね相当見てるんですね。またご飯行きましょうねってね。ハートついてますよ。またご飯行きたいですハートってついてるからね。あれ、ラジオネームもつ鍋。もつ鍋初めてメール送りましたってあれあれあれね。でもハンバーグハットのことで、うんさらっとさらっと言ってるかな。明かすべきなのか明かさないね。まあ、それ初めてメール送るわなって。そりゃそうだな。2回目ですとか言われてもなんかえみたいな、いつ送ってんだみたいなありがとうございます。まさか本気で送ってくれるとは思わなかった、ね、かわいい。嬉しい。なんか最初ね、このメールテーマ決定のメールをそのちゃんが見てて、スルーしてて、さっき別のメール見てて、ああ、そのから来てないですね、みたいな話してて。来てなかったね。さっきがこれ見た時に、もつ鍋って。そうそう、気づかなかった。自分も気づかなかった。いやいや、なんか、みんな、ね、来ると本気で送ってくれると思わなかったからよ。マネージャーさん喋ってましたもん、このメール。写真撮ってましたもん。本人に送ってた。嬉しい。ね、嬉しい。ありがとうございます。ご飯行こうね。先週もハンバーグって言ってたよね。言ってますね。先週みんなハンバーグでしたよね、うん、ここ。うんうん。さあ、お二人はまず。唐揚げです、私は。あら、シフトチェンジ。私はハンバーグでいい。変わらず。変わらず。私はハンバーグで。変わらずだ。ハンバーグ。そうだってすぐ変わるよね。でも分かりますよ。唐揚げも美味しいもん。今、すごい唐揚げの、もう音が鳴ってます。ジューって。うん、頭の中。ハンバーグも言うけどね、ジュー。確かに、どっちもジューって言うわ。お腹空いてるからどっちも食べたい。ねえ、ね。さあ、投票の方が集計終わりました。おお、気になる。ねえ。どっちが多いんだろう。さあ、まず投票総数。はい。589票。ありがとうございます。うん、言ってますね。さあ、どっちからいきましょうかね。ハンバーグ。ハンバーグが237票。おー、僅差じゃない？ということは、唐揚げが
200? いや352票。あれ590とかか。589やけ。結構圧勝でした。すごい。唐揚げが、唐揚げが多かったですね。すごい。ツイッターの方はですね、唐揚げが100票、はい、でハンバーグが、53票という形です。全然だね。なんで、ハンバーグ美味しいよ。でもこれ絶対来週聞いたら変わるって。で確かに。そう。変わりそう。それか、直前に、うん、サガーズの2人が、ね、ハンバーグおすすめとかになったら一気に票がなんか流れていたりとかするかもしれない。単純すぎん。そう自分の意思頑張って持って意思は、ね、推しがこっちって言ってるから、じゃあこっちだよね。そういうのもありかどうか分からんけど、うん、そのぐらいさ気分で変わるもんやけんさ。変わる。だそのも変わってるもん、うん、なんかもう1週間後唐揚げイエーイって言ってるかもしれないから、うん、十分にありえるし。で多分帰り誰か絶対ハンバーグ唐揚げ食べてる人も出てくるやろし、ね、結構セットでねついてくるものも多かったりする、うん、エビフライとか、ね、普通はもうついてるもんやけんね。美味しいよね。さあそんな感じでね、メールテーマ決戦はい今週ここまでって形でございます、はい、来週どうすん、来週どうしましょう、どうすんのって形なんですけど、はい、来週は一旦ここのコーナーお休みさせてください。お休みです。眠ります。はい、冬眠。え、そんなに長く寝るの。春眠冬終わったか、で、まあ1週間だけ、はい、お休みいただいて、じゃあ来週ここ何すんのって形なんですけど、まあ4月から第5クール、ね、第5クール、ね、言うて2年目に入ります。早い、ね、その中でまあちょっとリニューアルしようかという形も出てきてるので、ちょっとここで会、まあ、来週のこの時間あたりを、はい、まあ緊急会議みたいな形で、メガネ持ってきます。メガネ持ってくよ。リニューアル会議という形で持っていきましょう。で、まあ、エンディングにもまたね、お伝えするんですけど、はい、同時にね、リスナーさんにね、どういうことしてほしいかって改めて、うん、聞いてもらうのもありかなと。ありですね、生放送ならでは。いいかなと思いますんで、ね、エンディングにもね、またね、ちょっとね、お知らせしますけど、もうね、今からでもね、メールでも、ね、ツイッターでも、ね、ハッシュタグつけて、投稿していただけたら嬉しいなと思います。ねえ。何がしたいとかって思いついてる？なんか。全然。なんだろう。なんか本当に難しい。うん。本当に難しい。だけ逆に事前にこうやって言っといて、うん、まあ、まず二人もね、ちょっと考えてもらって、はい。うん、で、持ってきてもらって、かつね、リスナーさんとかの、うん、ご意見もね、いただくのも。お聞かせください。ぜひ。ね、ぜひぜひ、お願いいたします。さあ、曲に行きたいと思いますが、HKT48 じゃないんですけど、はい、私もちょっとおすすめしたいのを1曲っていう感じで、たまにはいいかなと。ガチおすすめでございます、ね、最近またね、ちょっとずつ、活躍しだしております、ナルバリッチっていうバンドでございます。知らないよね。2人とも頭がはてなる、ポカーンってしてますね。昔のバンドではありません。最近のバンドではございますが、まあ、聞いていただきましょう。ナルバリッチで It's Who We Are。 HKT48 の宮崎園です。 HKT 初唐津号。時刻は20時21分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津。この時間は HKT48 の馬場さやかと宮崎園とアシスタント仲間でお送りしている HKT 初唐津号です。ここからのコーナーはサガーズゲーム。イエーイ。さあやってまいりました、サガーズゲーム。待ってました、ね、リスナーさんから集めた、ね、はい、いろんな、ね、ゲームをねやっていきましょうということでございますが、はい、まあ結構ね、今回あるなしクイズが多いかなっていうニュアンスでございますね。いいですね、うん、本当すごいですよね、考える人。考える人本当にすごい、ねえ、ようやるよなってね。なんか一回自分たちで考えてみて。難しいですよ、難しい、絶対わかんないけど、やったことないから。
ね、自分も結構なんか自分で考えるの結構骨折るよね、確かに。うーん、さあさあ、いろいろある中でじゃあこれいきましょうかね、はいはい、ラジオネームポテトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そのちゃん、まるちゃん、赤間さん、スタッフさん、おっきの皆さん、こんばんは。こんばんは。あるなしクイズを一つ考えてみましたので、佐賀の皆さん、おっきの皆さんをよろしくお願いいたします、はい、ということでございます。さあ、これね、まあちょっとひねってるけど面白い。おお、うん、いきますね。6つあります。はい、ではいきます。1つ目、体内にあって皮膚にない。体内にあって皮膚にない。お、次いくよ。はい、紅葉にあって雪景色にない。うわー、難しそうだな。雪景色、雪景色、うん、こっから少しずつ分かりやすくなるかな。ほうほうほう。3つ目いきます。金にあって銀にない。金、金、金にあって銀にない。金にない、うん、あ、間違えた漢字。銀、こっちだ。え、何？4つ目、蚊にあってハエにない。あ、蚊、うん、蚊、ハエ、え、何？体内にあって、難しい。体内、5つ目、え、何？2、数字の2にあって2 4にない。えぇ、何？ 2？ うん、なんだろう。ひとまずここまでで考えていきましょう。え、6つ、ないないにあって、うん、こ、う、よ。これはあれですか？あり、あるなし？ね、まあなし、切り捨てていいかな、これ全部。本当に？うん、ある方にもう着目しとった方がいいかな。5つに共通するものみたいな感じで、ちょっと難易度は高いけど。体内、紅葉、気化に、体内、なんかがつく感じですか？あ、いい線いってるね。だって。なんか当てはまるのと当てはまんないのがあった。え、なんでそこまで言ってんの？進んでる。なんでそこまで言ってるの？え、だって。さあ、はい、6つ目。これはもう正直ヒント結構満載な感じはします。6つ目。はい。鍋にあって、フライパンにない。ヒント？まあ、まあ、でも、でも、鍋をどう結びつけるかかな。鍋にあって、フライパンにない。鍋にあって、鍋って英語でなんて言う？そのちゃんさっきから英語にハマってて、なんかすぐこれって英語でなんて言うって言ってくるんですよ。いや、そう、鍋にあって、あ、全然わかんない。じゃあもう大ヒントね。はい、ここの HKT 初唐津号で、はい、鍋といえばもつ鍋。おお、もういい線いってますね。もつ、体内、体内もつ、もつ紅葉、紅葉もつ。そういうことじゃない。も、もつき、も、何、気持ち。そういうことじゃない。もうね、正解言ってんだけど全然正解の部分に言ってないよね。もつ、もつってつくってこと？わかった。あ、違うです。え、でももつ、さあ、答えたい人挙手。は、いじゃあそのち、待って、違うかもしれない。もつに、キャンセルで。キャンセル、挙手制のキャンセルってあるの？なんかも、え、はい、はい、さやまる、もつがつくんだ。もったいない。え、正解だった。じゃあも、もつ紅葉って何？もつ紅葉って、もっ紅葉、もっ紅葉ボンドとかの、もっ紅葉、もっ金って何ですか？もっ金でしょ。もっ金、あの、そのちゃんが言ってたやつ。もっ金、その鉄筋。あ、鉄筋か。痛い。え、もっかって何ですか？か、え、まず、まずは1番、体内がもったいない。もったいないですよね。で、2番が木工用。木、木金。木金。4番が貨物、貨物。貨物か、そっちか。おめ、うん、そっちにつくんか。で、5番が荷物。荷物。持つにでもいい。あ、持つにってあるやん。ありますね、持つ。食べ物で。はいはい、で、最後は持つ鍋。おー、うん。え、な
かもったいないが分かったの。え、逆でした。それか分かんなくて、もったいない見て、あ、そう、もうそういうことか。他が分かった、木金とかが分かったから、他のが分かんなかった。二人の脳みそが一緒だったら正解してました ね脳みそが一緒だったなるほど、うん、すごい。今回ね、結構ひねったあるなしがね多いよね。すごいな。うん、じゃあ二つ目、はい、行ってみたいと思います。ラジオネーム、はい、太鼓山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そのちゃん、さやまる、赤間さん、おこんばんは、という。おこんばんは。あ、おはこんばんは、1話やった。ちょっと、全然違う。おこんばんはなわけないだろうな、と思いながら、おこんばんは。おこんばんはって、個人的なやつだけど、あるなしクイズ考えました、はい。ありがとうございます。さあ、行きましょう。一つ目。波にあって、なぎにはない。なぎ。お。波にあって、なぎにはない。ほうほう。二つ目、今にあって昔にはない。昔。そう。三つ目、檻にあって牢屋にはない。ここまででじゃあ一旦ヒント言うね。はい。まあこれも、これもバッサリ、なしはもう考えなくていいかも。そう。うん。あるの方に着目する。はい。お、あ、わかった。え、嘘。はい、おこと。おい、サイマル。メンバーの名前？すげー、よーわかったね。みなさん。もう二人ともパッて。まいちゃん、りおちゃん。おー。で、4番が粉にあって液体にはない。おー。粉、うん、あ、なこちゃん。うん。で、那覇にあって沖縄にはない。那覇、あー。わ、ね、かってんのにさ、一回ね、逆から読まなきゃいけないから。そうそうそう。そして、傘屋にあって、花屋にはない。さやかや。ああ。おお、ね。早かったですね、これ。で、7番目は最後、ちょっと強引ですけど、リアカーにあって馬車にないって。リアカー？明かり？明かり。明かり。明かり。あ、なるほど。明かり。めっちゃおもろい。え、こんなおもろいの最後だけ？カタカナで明かりですよ。めっちゃおもろくない？え？面白い。置いていかれてるサイマルが面白い。嘘。ねえ。かわいい、明かり。サイマルってさ、同期のことになるとさ、問題強いし、同期のことになると笑うよね。楽しい。さあ、そんな感じで、もう一個だけ行こうかな。あ、行っちゃいましょう。これがね、俺もちょっと考えながら、まあもちろん答え分かってんだけど、なんかいまいちちょっとまだしっくりきてないやつが。それ絶対二人しっくりこないですよね、うん。ちょっと投げてみようかなと思っております。ラジオネーム、たかっぴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そのさん、さやまるさん、赤間さん、こんばんは。こんばんは。初めて、ありなしクイズ送ってみました。あ、すごい、初。よう考えるね、ほんと。うん。それでは問題です。一つ目。牡蠣。にあって猿にない。なる。おう。またねにあってバイバイにない。またね。え、バイバイ。三つ目、リンゴにあってバナナにない。リンゴ。ああ、なんだろう。四つ目、手品にあって手相にない。あ、粗相って書いてた。え、もうこの時点で結構あれですか、わかわかりやすい。じゃあヒントね、2つ、まあ、ないものは考えなくていい、これは、はい、これバイバイで、もうまあ、バイバイないけんね。で、もう一つ、まあ答えは一つなんだけど、はい、意味は変わってくるかな少し。お、どういうこと。一つ一つ、もしかしたら一つ目が牡蠣にあって猿にない。二つ目はまた根にあってバイバイにない。三番目、リンゴにあってバナナにない。手品にあって手相にない。うん、それでは五つ目。はい。ブドウにあってワインにない。ブドウ、ワイン。え？何？じゃあ六つ目、これ最後ですね。はい。ひまわりにあって桜にない。ひま、わり、桜、
なんだろう。え、さあこの6つですね。これはあれですか、この文字的な感じですか、それなんかほ、なんかひまわりだったらひまわりに共通点あるみたいな。ですね、文字的なものもあります。的なものもある、そうじゃないのもあります。何これ、もう何、頭一つじゃ足りん。5つぐらい持ってきます、頭今から。何やろう。さあもう一回振り返りますね。はい。カキにあって猿にない、またねにあってバイバイにない、リンゴにあってバナナにない、手品にあって手相にない、ブドウにあってワインにない、ひまわりにあって桜にない。もう一回言いますね。カキにあって猿にない、またねにあってバイバイにない、リンゴにあってバナナにない、手品にあって手相にない、ブドウにあってワインにない、ひまわりにあって桜にない。あー、わかった。はい、そのチーム。すべてに種がある。そういうことか。なるほどね、わかった。手品ってそういうことか。手品の種ね。ひまわりもそういうことか。種の仕掛けもございませんの種、ね、なるほど、うまいな。ね、まあ、柿は普通のね、柿、うんうん、ね、食ったらありますよね。で、リンゴも同じような形、手品、ブドウにもあるし、ひまわりの種っていう形でございます。なるほどね、うまい。ね、またねは種、またねっていうね。あ、本当に、なるほどね。すごいわ、考える。すごい。よう考えるよね、本当。考えれん。まあね、またいろいろね、ございますが、今回は、これまでっていう、形でございますね、はい、またね、いろいろリスナー様からね、いろんなこのあれらしクイズでもいいですし、うん、何でもいいんでね、クイズを送っていただけたら嬉しいなと思いますんで、ぜひぜひお願いしますね。ぜひぜひ送っていただけたらと思います。さあ、曲の方に行きたいと思います。はいね、何も考えてませんでした、大変申し訳ございません。でもね、なんかやっぱこの曲聴きたいなっていう思いがあります。 HKT48 カモミール聴いていただきましょう。HKT48 のババサイカです。 HKT 初唐津号、時刻は20時37分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津。この時間は HKT48 馬場さやかと宮崎園とアシスタントの赤間でお送りしている HKT 初唐津号です。ここからのコーナーはお便りコーナー。イエーイ、イエーイ、ジャスティス、ジャスティス。予感がした。どっちからだっけ、どっちから、どっちまで読めましたっけ、忘れちゃった。そんな行こうかな、うん、ラジオネームなっくんファイブさんからです。そのちゃん、さやまる、あかまさん、こんばんは。こんばんは。21日の日曜日、関東は一日中雨でした。あら、せっかくの日曜日に雨って何かへこみますよね。でも僕は雨が嫌いではないです。お、雨の日ってその季節時々折々時々、うん、の匂いがして好きなのです。花の匂い、葉っぱの匂い、土、ほこり、アスファルト、ブロック塀、家の柱や床、うん、畳の匂い、なぜかは分かりませんが、雨の日は物の匂いを妙に強く感じる気がします。わかる、あれ、わかる、わかる、わかんない、わかんない、うん。タガーズのお二人は好きな匂いってありますか。好きな匂い、今日電車で隣だった人の柔軟剤の匂いめっちゃ好きだった。嫌だ、全部、うわ。え、ありません、たまにいい匂いだなって人いません。なんかさ、香水もいいけどさ、ふんわり香る柔軟剤っていう、ね、うん、柔軟剤の匂い、あとうちの柔軟剤もいい匂いなんですね。めっちゃ好きなんですよ。なんか洗濯物干した後に着るときとか、うんうん、めっちゃ好き。なんだろうな、なんか多分分かっ、共感得られるのは、はい、なんだろう、そりゃ香水の匂いだったり、うんうん、好きな食べ物の匂いとか、あとなんだろう、その春って匂いするじゃん、なんかお昼って、あ、春だなみたいな雰囲気あるじゃん。わかんない。え、感じない、季節の匂い感じないかもしれない。感じます、赤間さん。俺は感じる派。ほら、本当に、うん、感じないな。まあ、分かってもらえると思うんですけど、多分一生分かられないのがあって、はい、トラックが出すガスの匂い、あれ嫌い。あれ、なんだろうな、人によってあるんだけど、
うちの姉がタクシーの排気の匂い好きって言うんよね。えしかもなんだろう、うん、トラックも物によるんですよ、うん、物によってガスのそう出してるトラック選抜があると匂いが違ってなんか嫌なのは嫌な匂いがあるんですよ。であこっちはいいっていう好きな匂いがある。何それ一生分かってもらえない、誰に言っても分かってもらえないガスの匂い、うん、かん赤間さんの お姉さんはタクシータクシ タクシーなのかちょっとそのトラックなの大型トラックタクシーとトラック何の違いがあるの分かんないんだけど、うん、へえ。そうだ、推しのトラックがあるってね、ちゃんと。そう、推しトラック、トラックがある。やだ、何それ。やば。が好きな匂い。へえ。感じて早く季節の匂いを季節の匂い感じれるようになります。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてラジオネーム前乗りさんからです。そのちゃんさやまる赤間さんこんばんは。こんばんは。今日3月24日は日本で初めてマネキンが登場した日ということで、マネキンの日と言われています。以前マネキンのコーデをそのまま買ったことがあり、それはそれはもう似合わなくてそっとタンスにしまった思い出があるのですが、皆さんはマネキンのコーデを参考にしたりしますか？また服を選ぶときに今流行っているトレンドを気にしたりしますか？お聞かせください。なんか昔はもうマネキンの買ってた分かんなくて、うんうん、今でもたまに買っちゃうんですけど、なんかあとマネキンが着てるお洋服って可愛いんですよ。推し商品だもんね、お店のね。そうお店が一番推してるものだから買いたくなっちゃって前はそのまま、うんうん、あとなんか上下の合わせ方がよく分かんなくて、うんうん、マネキンが着てるのを買って合わせてそれで着てれば間違いないじゃないですか、うんうん、お店の人が選んでね、うん、ちゃんとしたアパレルの方がやってるわけだから。確かにそれを買ってましたね。なんか服を選ぶときにトレンド、トレンド、でもその服飾学生の友達がいるんですよ。はいはいはい。本気で服が好きな人。すごい。だから一着なんだろう、本当に、うん、なん今にとらわれず一生使えるもの、はいはいはい、トレンドにとらわれずに結構買う人なんですけど、うんうんうん、そのお友達が、うん、ソノの洋服を見て、ソノの洋服って、うん、一つ一つが主役しかないよねって言われた。へー、そうだから今まで何も気にしてなかったけど、はいはい、なんか一点一点が主役になるから合わせが難しいよねって言われた、はいはい、だから服飾学生ってそこまで見とるんやと思って。すごいですね。だから街中歩いててさ、服飾学生とかにさ、服関係の人にさ服見られるの恥ずかしいよね。確かに、あの子何あの合わせ方って思われてたらもう嫌じゃない。やだあれとあれは合わないよみたいな思われてた。それで、ね、それ実感した。わ、それもそれね。服に服専門のことを学んでる人が世の中にはたくさんいるから、そう見られててもおかしくないよなと思って。確かに。マネキン、でもマネキンは正解だよね。うん、間違いないマネキン買っとけばってところはありますよ、ね。でも友達にバレたら恥ずかしいよね。ああここの。お店のマネキンのちょっとさ数日ずれてさ、そこのお店行っててさあれ一緒じゃない？歩こうねみたいなめちゃくちゃ恥ずかしい。確かに恥ずかしい参考にね。そうですね、参考にしますね。春ですし、うん、誰かとさ同じ服っていう風にばったり会ったことはない？あ、でもなんか一時期 HKT のみんななんかそのあとあるブランドのワンピースかな、めっちゃ流行っててみんな持ってるみたいな、ありませんでした？わかんない。本当に、うん、みんな着てるんですよなんかあれこれこの間まるまるちゃんも着てたよとか、えこの間あの人も着てたくないみたいなのが。でもね、うん、やっぱ流行り物ってさ、いろんなブランドから出すじゃん、形似てるのって、うんうん、確かに被ってるようにも、うん、でもたまにあるありますよね、これここのでしょみたいな。そうそう、なんでですか、あ持ってるんだよねみたいなあったりする。恥ずかしいよね、うん、知ってる人やったらいいけど、これ知らん人やったら結構恥ずかしいよね。確かに、え、か街中で あこれ持ってるわみたいなあります、うん、このなんかいて知らない人がいて、うんうん、バッグとか例えば使ってたら、うんうん、同じの持ってるみたいな。え、そうめっちゃすごいことあってこの間、はい、なんかサノは普通にお仕事に行ってて友達から連絡来て、うん、で今天神にいたって言われて、いや、うん、いないけどって言ったら、サノと同じコートで同じサノが着てそうな服で同じバッグ持ってる子いたって言われて、すごい、へー、こわっと思って。双子なんじゃないですかそれも髪の長さも見て似てて、でも顔見たら違ったから、あちょっとすごいすごいよね、うん、やっぱ流行り物ってね、うんうん、みんなが持つんだろうね。ガチのそのちのファンとか、あ、そう、そういうこと？インスタとか見て、それはありがとう。それだとしたら可愛い。それはありがとう。うん、
でもゼロじゃないよね、可能性。確かに可能性は、うん、それは嬉しいです、うん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてラジオネームまさまさあなさんからです。そのちゃん、さやまる、そして赤間さん、こんばんは。こんばんは。最近 SNS で話題になっている推し休暇は知ってますか？何それ、知らない。推し休暇とは、うん、推し面のイベントやライブに参加したり、うん、卒業などが起きた時に取ったりできる有給休暇のことで、うん、実際に導入されている会社もあり、働き方の多様化が求められる現代では今後ますますニーズが高まりそうです。そのちゃん、さやまるは〇〇休暇があるとすればどんな休暇が欲しいですか？さやまるはもつ鍋休暇ですかね。何それ。すごいね、推し休暇。そんな会社もすごいですね。幸せだね、わざわざ休暇と、ね、取らせてくれるなんて。でもそういう優しい。どうなんだろうね、有給 休暇分かんない、そういうのがやったこと、うん、有給とかの制度があまり分かってないので。そうよね、まだね、うん、まあ普通に休めると同時に有給休暇っていうのは休んでもお金がもらえると。そういう、休んでんのに。そうで、必ず勤続年数を重ねたら有給休暇っていうのは出てくるんよ。なんか取らなきゃいけないみたいな。そう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 、絶対取らなきゃいけない、絶対取らなきゃいけない。めっちゃいいじゃん。で、結構まあ企業によって理由がね、まあ優しかったり厳しかったりもあるけど、そのとある企業さんはもう推し休暇ね。で、まあ、場合によっては早退もかみたいな感じのも書いてあったりとか。素敵だね。うん、だけやっぱ急に卒業になってみたいな形で。うん、ありますね。うん。なんかメンタル面も見てくれるみたい。ね、優しい。うん。すご。何休暇が欲しい？何休暇が欲しい？休暇。何休暇が欲しい？難しくないですか？何休暇、うん。めちゃめちゃ難しい。なんだろうね。睡眠休暇。どんな休暇？一日中寝ててくださいみたいな。もうベッドから動かなくていいですよみたいな。絶対それ普通にオフの時できる。そんなこと言ったら普通にオフの時できません？なんでも。まあな。あ、確かに、うん、確かにそうだね。うん、その当日わざわざ取るってことなんでしょ？有給。前日当日。え、有給休暇ってあれ予約制ですか？まあ基本的にはこの日にこの日にみたいな形っていうのが基本やけど、まあ。まあ、要はお金が入る状態で休み、うん、出勤扱いぐらいな形にな になる。じゃあ旅行休暇とかがいい。そう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 、旅行したい。旅行休暇あれね、どうなん、難しいねこれ、うん、何しても何してもね。まあ言ってしまえばね、普通に有給取りますって言って取ったら、取ったら何でもいいじゃん、何でも丸々休暇になるから、うん、形で、あえてそこを指定した休暇みたいな形になってるのが推し休暇って感じかな。あ、なるほどね。じゃあもしそのもつ鍋休暇だったら、じゃあもつ鍋休暇取るからもつ鍋食べに行けよみたいな。そう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 、確かにそういうことか。あったり、あ、なるほどね、うん、じゃあ焼肉休暇とか、焼肉行くんだよみたいな。あ、なるほどなるほど。そう、そういうこと。へえ、いいじゃん、寝るんだよとか言って睡眠休暇。睡眠休暇、冬眠休暇。なるほどね。なるほどね、じゃないんだ。こんなのはないんだ別に。ないでしょ。あったらいいな的な。へえ、すごい、推し休暇すごいな。推し休暇すごいね。うん、めっちゃいい。なんか自分もちょっとこの記事っていうのは結構前までは言わないけど、ちょっと前に見てから、うん、まあ、推し休暇は極端な言い方、さっきでサガズが言ったように、何でも休暇なればありと思うんだけど、どちらかって言ったらメンタルまである程度加味したっていうところは大きいかなって、うん、やっぱりね、観覧の皆さんね、推しが卒業決まったら落ち込みますよね。確かに、うん、めっちゃうなずいてる、めっちゃうなずいてる。いや、その時に要はもう今日は早退していいですよ、有給半給にしてみたいな。メンタル無理だ、もうやってらんねんで仕事みたいな。そう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 、なるほどね、なるほどね。あ、いい、そういうことか。そう、そういうところでもね、推し休暇みたいな感じでも反映されるみたいな。なるほどね、考えた人すごい、いい人。うん、アイドルの方好きなんでしょうね、社長とかも。確かに、ありそうそれは。へえ、なるほど。でも逆にその推し休暇を取って公演とか見に来てくれたらすげえな。うん、確かに。うん、それはどうなんですかね、卒業とかじゃなかったら普通に公演見に行きたいから推し休暇っていうじゃないですか。まあ、メンタル、うん、それ見ないと。あ、そういうこと。やって仕事やってらんないんでってなるのかな。それもありってことよね。ありなんじゃないですか。あ、素敵だ、うん、ね。まあそんな無限に取れるわけじゃないと、まあ、そうですね、決まってるから ね、まあまあまあ、ね、推しのツアー全部行きますみたいな形になったもう週1ぐらい休んどるかもしれない。すごいことになってるね。まあ、面白い。ある程度限度はあるけど、うん、もうそういう理由でもある程度、うん、加味されるってところでは魅力的かなと。
知識が加わったね。うん、教えていいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、あ、エイジですよ。びっくりした。ラジオネーム吉高さんからです。はいはい、赤間さん、そのちゃん、さやまるちゃん、こんばんは。こんばんは。さなちゃんが卒業して初めての放送ですね。これからも実況等頑張って少しでも力になれたらと思っています。皆さんに質問なんですが、僕はラーメンとご飯を一緒に食べるのが好きで、あと焼きそばにご飯、クリームシチューにご飯、スパゲッティでもバター醤油味ならご飯と一緒に食べるのが好きなのですが、皆さんはどうですか？のことです。でもさ、ラーメンの汁に白米入れるの、そのし、めっちゃハマってた。だから毎回やってた、小中学生の時とか。そうなんだ、うん。美味しいんですか？美味しい。確かに美味しそう。美味しいの。でもラーメンでお腹いっぱいになりません？入っちゃうんだ。入っちゃうの。そんぐらい美味しい。入っちゃうの。なるほどね。そのさ、そのメール読んでた時にさ、はい、クリームシチューとご飯って書いてあるじゃん。うんうんうん、そうそう、シュークリームとご飯に見えてさ、この人何を言ってるんだと思って。読み間違えた。そう、クリームシチューですからね。よかったよかった。シュークリームにご飯はちょっと心配になっちゃう。びっくりした。洋風おはぎみたいになるよね。でも関西の方とか、なんだろう、お好み焼きにご飯、たこ焼きはおかずみたいなね。確かに言いますよね。言うから。なんか、それか、それ単体でお腹いっぱいになっちゃうから、例えばラーメンとか、スパゲッティとか焼きそばとか、うんうん、単体でお腹いっぱいになっちゃうから、ご飯入る隙間がないんですよね。わあ、いいね。でもラーメンにご飯は美味しそう。締め的な感覚ですね。そうそうそう、だからもつ鍋食べた後もつ鍋をやる？もつ鍋はやりますよ。締めまではもつ鍋。もつ鍋に関してはそうなの。締めまでは。どっち？麺？ご飯？ちゃんぽん麺とか。日によりますね。うちはとか言っちゃって、さっき行く人が大体関さんか若菜か。栗山里奈なんですけど、なんかその場で決めます。基本はうどんかご飯が多いかも。そう、いつもちゃんぽん麺。あ、本当ですか、うんうん、うどんにしようとか、あ、今日は雑炊食べたいわみたいな誰かが言ったら、あ、じゃあ雑炊にしようとかありますね。うどんが好き。なんかはすごいね、もつ鍋に関してはそんなに入るんだ。入ります。本当に好きなんだ。キャベツいっぱい食べる。みんなキャベツ好きだからおかわりしてます。キャベツかわいい。熱量が違うね。そう、もつ鍋はね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついきましょうかね。はい、ラジオネーム赤ふんさんからです。サガーズの皆さん、赤間さん、こんばんは。こんばんは。春は引っ越しの季節ですね。部屋探しはなかなか悩ましいですよね、うん、もし今引っ越しして一人暮らしをするならば、どんな部屋に住みたいですか、はい、譲れないポイントがあれば教えてください。お風呂トイレ別、あ、洗面所孤立。わかる。孤立。なんかどうしてもさ、そうしないとさ、やっぱホテルっ、うん、ぽくなるよね。嫌だ。うん、なんだろう、ね、キッチンちょっと広め。クローゼット多め。収納多め。クローゼット大事。ウォークインクローゼット、玄関ちょっと広め。まあ、ダメだ。ちょっと綺麗め、部屋全綺麗め。床がちょっと白め。白め。壁白め。白め。あと、なんだろう、木の感じあんまりない方が好きかな、最後。白っぽい。白っぽいの感じの方が好き。ガスコンロ IH2 個目、2個欲しい。あ、わかる、うん、IH なかなかなさそう。なんかさ、一人暮らしって賃貸とかじゃないですか、うんうんうん、言ったら借りるとかだから絶対こんな部屋ね、ないか高いか、うん、そう、絶対そうだ。部屋2つ欲しいもん。2、3個欲しい。そんな一人暮らしですよ、だって、うんうん、2、3個あってどうするんですか。一つを物収納部屋。絶対掃除大変。靴とか。ああ、もう部屋をそれにしちゃうとですか。そうなるほどね。確かにクローゼットって溢れ返りますよね。そう。で、物増えていく一方だよね。確かに。物増えて掃除大変になる一方になりそう。うわ、ルンバ欲しい。ルンバ。あ、ルンバいいですね。掃除機走らせる。走らせる。いいじゃん。なんかインスタでなんか、うん、買って便利だった家具みたいな、電化製品みたいな、ね、まとめみたいなのが流れてきて、うんうん、ありましたよ、ルンバ。ルンバあった。買ってよかった。勝手に掃除してくれるんで楽ですみたいな書いてあった。単純。そりゃそうだ。うん。言い出したら切れないよね。確かに。これこれこれ。うん。あ、ルンバ憧れてたな、掃除機。でも妥協しなきゃいけないんだろうな、一人暮らしって。確かに。住めりゃいいよ。一人ですもんね。住めりゃいいんじゃない。うん。極端やね。もうどっちか、いいか悪いか。真ん中が。真ん中なし。
意外に自分その部屋から自分でアレンジするっていうのが面白いっちゃんね。確かに。壁紙変えたりとか。そうそうそう、うん、まあ何でもしようと思えばね、うん、できちゃうから。部屋の広さ以外はね。確かに。カーテンとかもね、好きなの選べるし、そうそうそう、家具とかでも変わりそう。そうだね、今ね、もう決まってるよね、みんな。もう決めたか、そう、新しい、なんだろう。例えば4月からとかだったら、新社会人とかさ、確かに。大学生とかも、もう大半決まってる。もういるだろうね、そこに。今からね、部屋作り。ね、家具とか。ね。素敵なお部屋にしてください。楽しそう。ね、家具選ぶのいいね。いいよね、家具見るの好きなんですよね。家具屋さん大好き。ね、わかります。永遠に入れるよね、家電屋さんも。うん、あ、家電屋さん好き、さ、マッサージ機好きなんですよ。ずっと座っちゃう。買って。間違いない。さあ、そんなわけで、あっという間にお時間が。早い。ね、やってまいりました。ねえ。ここでまた再びお知らせなんですけど、はいはい、3月28日、うん、日曜日、ね、HKT 初からず号日曜版、はい、ね、放送されます。11時から12時まで生放送でございますが、リモート放送でございますので、現地にいてもシーンとしてます、はい、ね、よろしくお願いいたします。ゲストは今村まりあちゃんでございます。はい、そしてディープインカラツは七つ釜と姉子の浜、はい、ね、この2つを、ね、ディープインカラツとしていきたいと思います。合わせて来週3月31日は HKT 初からず号、ね、第4クール最後、ね、まんまる1年という形でございますが、はいはい、来週ね、メールテーマ決戦あたりを、ね、うん、お休みにしてリニューアル緊急会リニューアル会議を行いたいと思いますので、こういうコーナーやってほしいなとかっていろんなものありましたら、メールですね、868@fmkaratsu.com こちらの方まで送っていただくか、ツイッターですね、うん、はい、ハッシュタグ HKT やつからつ号で、うん、ね、送っていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。お二人になって初めてやったけどどうやった、なんか意外に喋ってた気がする。確かになんか2人になったからこそ余計口止まんなかった気がする。あ、本当に、うん、なんか寂しいから沈黙生まれちゃうから。そう、めっちゃ喋ってるね、うん、多分今日、うん、めちゃめちゃ喋った。結構ね喋ってくれてるたから押し気味やった全体的に。いい、うん、いやいや、いいこと、いいこと、もうこうなるけんねそう、こうな、気抜くとこうなるんですよ。そうなるからね頑張っていきましょう、まあ、頑張っていきましょう、はい、まあね、来週のリニューアル会議はあれしてね、2人がやりやすい環境でもっとできるようなことって出てくると思いますんでね、はい、ガシガシね、メールの方もお待ちしますんでよろしくお願いいたします。お願いします。それではお別れの言葉さよならよろしいでしょうか。はい、それではそろそろお別れの時間です。今週の番組はいかがでしたでしょうか。2人になりましたけど元気にこれからもラジオしていきたいと思います、はい、ここまでのお時間は HKT48 馬場さやかと宮崎園とアシスタント仲間でお送りしてきました。それではせーの、さようなら。